里崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ、ということで、今シーズンプロ野球、まず大きく変わるのが、二軍の球団が増えるっていうね。はい。ところで、今日は、未来の命運がかかってますよ。この2チームがっていう。未来の命運？日本の野球界の命運がかかってます。そんな大きくいきますか？いきます。あの2球団が。はい。はい。すべてをかけて戦わないといけないです。それぐらい、まあ多分本人たちも、そんなことだ、何も思ってないだろうし。はい。多分多くの人も、何も思ってないと思いますけども、うん、佐々木一人、これはかなり大事なシーズンになるぞっていう。へぇー。まあもしくはこの3年間になるぞっていう。はい。3年。はい。なんでですか？まあまずですね。はい。なぜ2球団増えたかっていうところで考えると、うん、これはもう単純な話で、はい、イースタンが7、はい、ウエスタンが5っていうね、うん、近鉄が楽天に仙台になって、うん、イースタンとウエスタンのバランスが崩れちゃって、はい、1週間のうち半分試合しないチームが必ずどっか1チームできたわけですよね。うん、下手したら1週間試合しないみたいな。はい。この変則に行って、そして試合数が減るところを偶数にして、試合しないチームをなくす。で、1年間の試合数をしっかり2軍でも担保して増やす。っていうところが、多分この6、8になった、もう一番の NPB が困ってたところの理由の補う、この要素だったと思うんですよ。その移動をやっぱさせるよりは増やそうってことになったわけですね。移動すると、西に移動するチームがないんだよ。そもそも。まあ、イースタンとウエスタンですもんね。横浜が西に行かないといけない、ね。ああ、そっか。まあ、場所的には横浜がそうです。一番西、うん、西武かな。どっちだ？この神奈川と。でも読売ランドもあるからね。そう、ね、確かに難しいですね。どっかが西に行かなきゃいけなくなった時に、うん、遠征大変になっちゃいますよね。それはもう地獄の予算がかかるわけ。はい、選んだ時にまあ2チーム増やそうと、はい、でまあね、世間的にもプロ野球球団数増やせばいいやっていう声もあると。はい、っていったところ で自治体も新規参入したいみたいなね、うん、ところもあるし、はい、まあそこのこう折衷案として、うん、ね、2軍増やそうと、 NPB も増やしたら便利やろうと、うん、ね、試合ちゃんとできるやろ2軍も、はい、ちょっとで増やしたんですけど、うん、これが重大な問題なんですよ。重大、2球団増えただけで、はい、まあ、でも今までの違いって1軍がない球団が2つ増えましたってだけですよね、うんうん。これも野球界を命運握って、そこまでですか？一軍にも関わってくる。そうですね、野球界 NPB、まあ、NPB 含めた野球界、関わってくるんですよ。今回その新潟とか早手に元 NPB にいた選手も行ったりとか、うん、ね、高山選手とか、うんうんうん、私の雫の後輩の池谷投手とかも行きました、うんうん、なんかまた野球が2軍とかですけど、うん、できるこの環境ができて、あ、よかったなっていうふうに思ってるわけですよ、うん、それなんか影響してくるんですか？影響してきます。この2チームの結果次第で将来的に NPB の1軍の球団数を増やすことは無理やなって思われます、みんなに。あ、結局っすよね、それはもうトライアウトも受けた、うん、ね、戦力外になった、はい、他の球団の試合か、うん、もしくは育成でも契約してくれなかった選手たちが、うん、まあ、この2チームに結構ね、はい、行きましたね。でしかも30オーバーの選手、うん、なんて言ったら35歳前後の、はい、ほぼ 100% NPB には絶対帰ってこれないだろうなっていう選手たちも、うん、両チームに5人前後ぐらいいるわけです、はい、ってなった時に、うん、このチームがイースタンウエスタンで惨敗して最下位に、うん、なったら、これを、この2チームを、あと8-8にしても、もう2チーム作らなきゃいけないんですよ。そこまでして、レベルを低くなってもいいんですかっていう。だここがね、イースタンで、別に優勝しろとは言えないですけど、はい、いい形で戦えてたら、うん、球団軍数増やしても、まあ、2軍とはいえそこそこできんちゃうかみたいな。あ、確かにありますね。なるじゃないですか。はい、でも仮にこれが、1年目の楽天みたいに、100敗するんちゃうかみたいな。はい、感じになってくると、うん、これ以上の、まだ楽天は一軍なんで、うん、はい、こっからドラフトだったりとか、うん、トレードとか、うん、FA とか、うん、外国人とか、いろんなことをチームを強くするのにね、うん、できるじゃないですか。はい、でも、今のこの2チームは何もできないわけですよ。うん、はい、ってなった時に、うん、こっから、まあ、どこまで成長するかもあるんですけど、うん、ここで頑張んないといけない時に、うん、100敗するかもしれなかったも、うん、翌年大きく補強できないんですよ。はい、そうですね。うん、うん、そうなってきたときにそれが続くと、うん、やっぱ新規参入無理やなってなるじゃないですか。あ、確かにそうですね。言えば準プロみたいな立場になるわけですよね、うんうんうん、そこが激弱だったら、うん、じゃあもうこれ以上いい選手ってこの今の NPB の枠以上に増やせないよっていうふうにはやっぱなりますね、うんうん、もしくはもう、うん、
独立リーグを全解散して、うん、解散して、はい、その中から2チーム作る、うん、もしくは4チーム作るみたいな感じにして、どこまで戦えるかっていうのはあるんですけど、うん、既存の社会人とか、うん、独立リーグとかのやり方でただ増やすだけで言うと、はい、そんな選手エクスパンションすればいいじゃないか、選手分ければいいじゃないかって言ってもその分けないんで、うん、既存のチームたちは、はい、ってなると増やしてもレベル下がるだけちゃうかみたいな感じになると、やっぱ球団数を増やすのが、はい、なかなか難色になってくるんですよ。確かに。え、でも一軍って増やしたいんですか？世論はね、増やせばいいやんっていう人いるじゃないですか、はい、アメリカだって16チームぐらいしかなかったのに、うん、ね、めちゃくちゃ増えましたからね、うんうん、っていうね、うん、でも人口が違うんですよ。メジャー世界から集まってきますからね、うん、アメリカは3億人いるんで、はい、日本1億人ちょっとぐらいじゃないですか、うん、まあ、3倍できますよね。3倍あるじゃないですか、はい、っていうことはチーム数も3倍作ったとしても別にそれは大丈夫なんです、うんうん、今だったら12球団なので36球団あっても作ったとしても3億人いればっていうね、うん、あとは外国人選手枠ないんでアメリカは。そうですね。だから結構アメリカ人って 60% ぐらいなんですよ。へえ。全体の比率でいうと、はい、あとは全部中南米とかアジアとかっていうところで 100% になってるんで、はい、多分日本でいうと、うん、日本人90何パーですよね。いや、そりゃそうですよね。外国人枠何人ってありますからね。だから今だったら1軍登録が5人か。あ、そう、1軍登録が5人ですね、うん、はい、だから基本的に10人とか取らないわけじゃん、うん、試合以外で、はい、ってなった時に、まあ、5人ぐらいが多分目安になってくるわけ、うん、そしたら70人の5人で言ったら1割いないからね、はい、苦いですね。だから 90% 以上が、うん、まあ、約日本人、ね、はい、うん、だこれをまず撤廃していかなきゃいけないわけよ、うん、これ撤廃したら世界からでも、まあ、かなり集まってくることになるんですかね。集まってきたところで、はい、今この5人使ってもいい状態で外国人がヘッポコポーのやつがいっぱいいるのに、これを20人にしたからって、はい、取ってきてもヘッポコポーなわけになるわけよ。でも、はい、球団数を増やすってなると、うん、そのチーム7割外国人だねっていうのも作らないと、はい、多分チームを構成できないと思う。そうですね、うん、なんか日本球界 の、 その NPB のレベルが落ちちゃいそうですね。そう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 、確かに本当そうですね、うん、だからこの2チームが頑張って、うん、2軍の中でも好成績残したりとか、うん、していくといいんだけども、うん、はい、これ一番危険なもんだ、うん、すごい打率3位入ってんじゃんとか、ホームラントップ5入ってんじゃん、この静岡と新潟のチームの選手が、はい、今年の方10月ドラフトされますか。そうですよね。え、でもありですもんね、はい、うん、だから抜けていくんですよ。でそうなると、うん、どんどん弱くなっていくし、そう、確かにそうですね。確かにな。だから早くて新潟両方がどんどんこうチームとして強くなっていくっていうのは意外と難しいわけですよね。ないのよ。本当にいい選手がいたら NPB に持ってかれるんですもんね。そうそうそう。あ、なるほど。だ言えば早田と新潟は12球団の3軍なのよ、はい、うん、もう準ってことですよね、うん、もう準プロみたいな、うん、本当に。でそこからいいやつは引き抜いていこうみたいな感じだから、うん、ずっと強くなるんだよ。はい、これ難しくないかっていう。あ、なんかもう難しいですね、うん、うん、そのやつらは頑張っても一軍がないわけじゃん。で頑張ったら12球団に引き抜かれていくわけだから、うん、でも選手にとっては幸せだよね。そうですね。でもチームの構成としたら、うん、だから結局最後、はい、今は30歳オーバーが5人前後ぐらい両チームにいるんだけど、うん、下手したら選手集めれなくなったら、うん、NPB 引退してとか行くとこないやつがずっとそこに在籍するみたいな、うん、でそうなってくるとそこから NPB に変えるってことは、はい、まあ、シーズン中ありっちゃありだけど、うん、なかなかなかったら。そうですね。でも高校生とかも言えばそのプロの2軍と普段から試合できて、うん、言えばちょっとレベル高い戦いができるわけじゃないですか、うん、そこで活躍したら目をつけてもらいやすい、プロに行きやすいっていうので、早手とか静岡にいい高校生とかが行きたいっていうことも増えるかもしれないですよ。そうだね、うん、でもここで一番問題があると、この30歳オーバーの5、6人の選手たち、うん、はい、結構試合出るよね。まあそうですね、作戦力ですもんね、うん、それが他の独立リーグとか社会人大学とかと違うところで、はい、うん、優先的に出ていくと出場試合機会数減るじゃん、はい、であとは、うん、もう一つ最大の問題があって、はい、まあ、これはもう危機的想像妄想だからそうならないことだけ祈るけども、うん、独立リーグとかの中にいてフロントとかの仕事してた人たちに話聞いた時に、3年間はいけるらしいんですよ。だから独立リーグ旗揚げって言って、はい、ってなった時に結構増えてるじゃないですか、はい、増えてるニュースだけ聞くけど、うん、亡くなってるチームもいっぱいあるわけ、はい、3年間はいけるらしいですよ。3年間運営ができるってことですか、うん、俺が街にプロ野球チーム来たみたいな感じでスポンサーとか企業とかも応援してくれるらしいですよ、はい、最初、うん、はい、3年経ったら、うん、あ、こんなもんなんかっていうちょっと NPB と違うなっていうところがなんかなってきて、はい、そっからどんどんスポンサー離れていって、うん、そう資金調達が難しくなるらしいですよ。へえ。だからこう3年が一つの山って言ってました、そういう人たち。へえ。じゃあどうしていったら
ら新潟とか早ではうまく運営というか盛り上げられるんですかね。ビッグスポンサーじゃん、メインとか。メインのビッグスポンサーがきっちりいれば大丈夫と、はい、運営自体は多分年間予算5億とか6億ぐらいかかるんじゃない。社会人とかで、でも10年前だから2億とか3億とか言われてたから、うん、新潟がイースタン入るじゃんね、はい、ほぼ遠征だからね。結構遠いですからね、うん、でしかも東京にいっぱいあるから、はい、ずっとホテル住まいとかになるじゃん、うん、運営費かかりそうですね、うん、あとはその練習確保が難しいと思う。ずっと試合してるから、はい、ロッテだと読売ランドで試合ですと、うん、本体試合行くけども、うん、本体じゃない人裏で練習するじゃんね、はい、今日の試合は出ないけど明日の試合出るからじゃあ明日読売ランドねって言われたら練習しながら読売ランド行ったりとか、はい、読売ランド試合終わった人裏に帰ったりするじゃん、うん、新潟とかの人たち全員出てくるから出っ放しじゃん、ね、うん、だから練習確保もするのも大事だね。あ、そうですね、うん、だから各球団の練習施設貸してください特化になってくるんですかね。でも人数が早手が30何人で、はい、新潟が40何人だったから、うん、そんな余白ピッチャーが投げない先発とかはいいけども、はい、野手とかはもうほぼ全員フル出場だから、ね、うん、そうですね、うん、でもここからまあどうなっていくのか楽しみですけどね。どういう風に運営していって、そうそうそう、うん、どういうチームになっていくのかという、うん、あと怪我怖いね。その35歳前後の人たち多いから、はい、その人たち怪我してくると全員の数減っていくから、はい、そうですプロ野球でもあるからね。あの西武とか一時野手怪我していなさすぎて、うん、外野に2人ピッチャー守ってたからね。試合できないから外野にピッチャー守ってたんですか。うん、え、そんなことありましたっけ。いや、あったよ、あった。だいぶ前ですか。うん、怪我していなくなって、はい、そういうことも出てくるからね。はい、でもやっぱりできたからには、うん、こうリーグの中でダントツ最下位とかじゃなくてなんかこう検討していってほしいですけどね。だからそこが見せどころだね、うん、そうなるとあ、やっぱりダメなんかみたいになるじゃん、はい、でまだまだこんないい選手いるんだなとか、うん、だからそういうふうにこう思わせてほしいのありますよね、うんうんうん、最近あとね台湾とか韓国とか入れてアジアプロ野球みたいにした方がいいんやっていう声もあるらしい、ね、おメジャーってカナダのね、うん、ブルージェイズとかカナダのチームとかだったりっていうのがあるけど、はい、俺あれは無理なんちゃうかと思って、うん、予算規模違いすぎてついてこれへんのんちゃうかっていう。 NPB の方が高すぎるから年俸とかも含めて、はい、だから台湾とか韓国とか見やすいじゃんね、うん、ってなった時にその資本が違いすぎて、はい、そこがバランス取れへんのんちゃうかっていう。あ、なるほど。でしかも成り立ち違うから、メジャーってなんか放映権とか分配されていくけど、うん、日本って分配されないじゃんって、うん、自分とこは自分でみたいな感じになるから、はい、なんか規模感違いすぎて、うん、あ、面白いんだけど無理なんちゃうかちょっと最近思ってきて、まあ、そうですね。なんか1チーム2チームじゃあ韓国とか、うんうん、難しそうな気がしますね。だからやっぱ俺の3リーグ構想が一番いいんちゃうかと思って、パシフィック、セントラル、オーシャンみたいな、オーシャンもうマウンテン富士みたいなリーグ、はい、うん、で新しく6チームだよ。だから今回と新潟、うん、ね、静岡とか、はい、栃木とか、うん、宮崎とか、はい、松山とか、うん、もう6球団作るのよ。そしたらそこの中で優勝絶対決まるから、はい、強いとか弱いとかないじゃん。まあそうですね、うんうん、もしかしたらそのセットパの方がレベルはやっぱかなり高いとか言われちゃうかもしれないけ ど、その中では切磋琢磨しながら、はい、しかもその楽天みたいにドラフトも参加できて、うん、で FA とかも、うん、取ってこれてトレードもあって、はい、うん、で2軍があったら1軍にも昇格できて、はい、それで6球団できたら全部で18チームになるから、はい、そこをもう2軍をいい感じでセパレートして偶数にしたらモテるやん。その今の早手とか新潟の人も頑張ったら1軍があるから1軍は上がれるやん、うん、もしかしたらトレードでセリーグとかパリーグに行くかもしれない し、うん、行けるかもしれないし、静岡とか新潟とか今みたいな感じだとドラフトで引き抜かれていくこともないから、うん、強くならないこともないじゃん。それ一番俺もそれ一番いいと思ってんの。それはそのセパの球団を増やすじゃなくて6チームも作っちゃうんだったら、うん、言えばさっき言ったレベルが落ちるみたいなのはもうそこはいいんですか。でもそん中だけだから迷惑かけないじゃん、まあ、そうですねセパに迷惑かけないじゃん、そんな新しいの中だけだから。はい、あ、なるほど、まあ、ここのリーグの6チームのリーグのレベルが均等であれば、まあ中が均等だったら、うん、別に周りより低くだって成り立つやんね、うん、まあそうですね、だっていわばメジャーだって、うん、あの東地区中地区西地区あるけど、うん、はい、中地区はやっぱレベル落ちるって言われてるよね、うん、全体的に、はい、でも別に中地区で優勝したチームがプレーオフ結構勝ったりもする時もあるし、うん、はい、別にそこのリーグが低かっても、うん、だからアメフトでも東西南北リーグがあるのよ、うん、はい、一つのリーグ1位貯金1とかですけどみたいなのあるから、はい、でもそれでも成り立つわけだから、ーリーグが別に弱くてもそれリーグ全体が弱かったら成り立つやん、うん、確かにそうですね、うんうん、なんか背の中で1球団だけ圧倒的に低かったらそれはそれで面白くないかもしれない、ね、逆に1球団だけめちゃくちゃ強すぎても面白くないかもしれないけど、うん、はい、全体が同レベルだったら、うん、高くても低くても面白いわけ。確かに。でそこが優勝したところがセーパーとまあオーシャンとして戦って、うんうん、勝ったら盛り上がりますしね、うん、
だから俺もう今思いついたけど、うん、新潟とか静岡も勝手にあと4球団どっか連れてきて、はい、リーグ作った方がいいよ1軍の。それって NPB でも勝手に NPB 参入できるんですか。いやだからもうそれ勝手に作っちゃって入れてくれっていう。あもう3リーグにしてくれと、うんうん、であの勝ったらクライマックスシリーズ1位のチームだけでもいい、もしくは1位と2位だけでもいいから出させてくれと、はい、でこの2軍の今あるじゃん、はい、これはもう2軍その新潟と静岡の2軍、はい、だからどんなに弱くてもいいわけ、うん、2軍なんてどんなに弱くてもいいわけ、でも1軍もある、じゃあもう集めましょうと、うん、栃木さんやりたいんですか、はい、あ松山球場どうですか、うん、どっかチーム作って、うん、みたいなのをもうあと4つ探してきて、うん、やればいいんじゃん。もうそうですね、うん、でも今ちょっとパッと思ったんですけど、うん、すごい心配なのが、うん、じゃあその3リーグ目、うん、ドラフト参入するじゃないですか、うん、18球団でドラフトしたら今のいい高校生大学生たちはどんどんこう振り分けられていくわけですよ、うん、そしたら未来的にはどんどん均等になっていくじゃないですか18球団いいじゃん。そしたらでも人数的にそしたら全体のレベルって下がんないんですかね。今って凝縮された人数じゃないですか、うん、それが6球団分増える NPB になるわけだからその増えてもいいようなレベルを見せないといけないから。いやそうですね、うん、ドラフトいきなり参入していくといきなりは参入させてくれないから、うん、それを見せないといけない。やっていけるぞ、そうそうそう、やっていきますよと、うん、3年5年やってリーグも維持できて、はい、収支も維持できてますと、うん、続けられますと、はい、強さもね保ててきてますと、うん、どうですか。そうですね、この球団6球団増えたところで NPB の質は落ちませんよっていうのを見せないと、うん、全体のレベルが未来落ちちゃいそうな気がしますね、うん、こっからが難しいんだけど、うん、このチームに所属すると、はい、ドラフト指名は拒否しますっていう。いやそうだってこうできたばっかでリーグがむちゃくちゃまだ弱いってなったら、いやこれから未来行くからちょっとでも外国人もいっぱい入れて、はい、もうそれ撤廃してそのリーグはね、うんうん、ああなるほど、うん、そのリーグの最初のルールとして、うん、NPB じゃないから、あ、そうですね、リーグでいいから、うん、もう撤廃して完全新しいリーグ構成でルールみたいなのして、うんうん、どうですかって。その球団増えても質がこう落ちないのであれば増えるのは楽しいですよね、うん、外国人いっぱい呼んでくる、うん、あとはもう母体のメインスポンサーがどこまで頑張れるかと。そうですね、いやどうなっていくんでしょうね。面白いんちゃうかってどうなるか知んないよ、うん、別に何の保証もしないし、はいでもあとお客さんがどれだけ入るか人気が出るかとかでもまたね収益変わってくるでしょうし、だからもうあのちょっと前の日本じゃないけどユーキリスとか連れてきちゃいますよ、はい、おー、あのもうビッグネーム、ちょっとこうベテランになったビッグネームを連れてきて、だってあのコーチだってな、ラミーラミですか、うん、おーってニュースになるやん、はい、だからもうそういうの、うん、だからあのサウジアラビアが一瞬やっててカノーとかな、はい、来てたやん、だからそのちょっと金使って、うん、サッカーで言うと昔ジーコ連れてきたみたいな、はい、ストイコビッチとか連れてきて、人気選手を連れてきて、うん、あとはね最近 WBC もそうだけどヨーロッパの選手たちが頑張ってるんだったら、うん、ヨーロッパの選手連れてきてもいいし、あそうですね、うん、あの WBC でね、うん、そう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 、あれどっかに国出てこない、チェコね、あチェコの選手とかね、うんうん、だからそれでも勝手に作ったらいいんじゃん、6球団、うん、あと4つ、うん、どっかもうスポンサー手挙げて、うん、一軍作って、だって、うん、新潟も早くてもあと 3,40 人増やせばできるから、はい、うん、そうしたら今の独立リーグがなくなってきちゃうんじゃないですか。逆にそれを参入して一緒にやっていってもいいわけじゃん。あ、まあ、そうですね、うん、混合チームでいいわけじゃん、はい、だってドジャースとかオーナー複数人だからね、うん、5人ぐらいいるもんね、共同出資みたいな感じで。あ、そうなんですね。でメインのオーナーの人代表で決めて、うん、で共同出資の人とかマジック・ジョンソンとか多分入ってんだよね、共同オーナーの中に多分、うん、レイカーズとかだったからね、うん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 、そういうのでもいいんじゃん、勝手に言ってるけどでもそうなってくると今の独立リーグがこう普通に何球団かってリーグやってるわけじゃないですか、うん、それと変わらないんじゃないかって言われちゃないですか。今のままでやっても変わらないから、はい、6球団と NPB と全く一緒の構成にして、あもう1軍2軍も作って、うん、作って、だからもう四国とかはもう四国、はい、もう全部合体しよっちゅなるほど、うん、もうインディゴも、うん、もうマンダリンも、はい、コーチも、うん、香川オリーブも、はい、ね、ファイティングドッグスも全部合体して、うん、もう80人ぐらい集めてで、うん、全部メイン球場四国4つ、はい、お全部がホームなんですね、全部がホーム、うん、超ソカベ全部入れたいんちゃう、もう坂本龍馬的なみたいななるほど、確かに構成を全部今の NPB と同じに揃えていって、うん、リーグ作ったら、うん、また今とはまた違いますよね、うん、四国も四国、うん、なんとかかんとかって言ってチーム作って、はい、全部均等に全部で試合しに行って、うん、沖縄ちょっと遠征大変だな、沖縄はねドームいるからね、そうですね、うん、大変だ、だからもう長崎って俺決めてるね、おー
あのジャパネット BS ジャパネットあるから、はい、そこで試合中継いけるからね。あ、そうですね、うん、遠征大変そうですね。新幹線つながってくれればね。長崎、四国、うん、静岡、静岡、新潟、あと2個だから、栃木とかやりたいんだったら、群馬、栃木とかでこう集まって、北関東みたいなね、はい、ああいいですね、茨城、栃木、群馬とかで、北関東、うん、で北陸、うん、静岡はもう山梨、長野とか入れちゃって、あ、そうですね、信州とかも入れて、うんうん、で京都が京都なら、もうだから、古都みたいな、はい、感じにして、うん、四国、長崎。うん、まあまあ位置的にはあれです ね NBB とこう似ている分布図で、四国岡山とかも入れちゃったりしてね、はい、橋でつながってるから、うん、マスカットも行きますよみたいな、はい、そういいんじゃん。それで、あ、そうですね、その方がなんか、うん、2軍の選手たちもやりがいあるし、うん、別に2軍弱くても、うん、1軍のためのとかだったら、ま、問題ないし、はい、勝手に6球団作っちゃって、はい、スポンサー力大事ですよ。株価上がっていくからいけんちゃう。いけますかね。最近日経めっちゃ上がってますからね。あ、株上がってるから、うん、はい、そういったところでね、まあ、あの好きかって言ったあの20分番組でした。皆さんどう思いますか。